ME724 年10月24日記録。魔導兵の量産体制が確立したことにより帝国はルシスを圧倒し、インソムニアは包囲下にある。だがこれで満足するのは怠惰である。地下死骸を生成する際にごく稀に失敗として生まれる死骸、その非順応性ゆえに死骸そのものの利用は考慮されていなかったが、魔導兵を凌駕するあの力を利用しない手はない。思い返せば私の研究は死骸と共にあった。死骸研究を進め、死骸そのものを利用できればさらなる躍進につながるは必然である。我が研究こそが帝国の基盤である。狂ってる、こいつ正気じゃない。756年7月9日記録。ついに私の研究も完遂する。自我を確立したままの死骸か、さらにはその地下死骸を意識を残したまま魔導兵器化することに成功した。試作機は魔導兵器としての能力はダイヤウェポンには及ばぬが、問題はない。地下死骸の形で幾度となく乗り換えることができるからだ。全ての問題は解決された。あとはこの体で体現するのみ。人としての最後の記録に謝辞を述べよう。我が研究をここまで後押ししてくれたアーデン・イズニアに対する感謝だ。かの者との出会いによって私は神を凌駕する究極の存在に至るからだ。アーデン、なんであいつの名前ばっかり出てくるんだよ。全部あいつのせいで。